はいどうも、しげぞです。今回は第35回社服試験の保険医療サービスでございます。それでは問い70でございます。日本の医療保険の適用に関する問題でございますね。こちらの予想は2番、健康保険組合が設立された適用事業所に使用される非保険者は当該健康保険組合に加入する。 ということですね。続きまして、問い71、医療費ですね。令和元年度版、国民医療費の外況に示された日本の医療費に関する問題ですね。こちらが予想1番。65歳以上の国民医療費は国民医療費の50%を超えているということですね。国民医療費の総数としましては、 44兆円ございまして、65歳以上はそのうちの27兆円なんですね。つまり61、61%を占めているわけですね。ですから、国民医療費の50%を超えているということですね。ちなみに、二つ目の選択肢、診療種類別の国民医療費のうち、最も大きな割合を占めるのは、鹿ではなく、以下ですね。 理科診療費でございます。こちらは72%を占めるんですね。ちなみに入院の方が入院外よりも大きくなっておりますね。二つ目は薬局調剤17.7%。そして三つ目が歯科診療6.8%という風になっておりますね。三番目の選択肢ですね。 都道府県別の人口1人当たり国民医療費が最も高い都道府県は東京都ではなく高知県なんですね。2番目が長崎県、3番目が鹿児島県となっております。これね、都道府県別の国民医療費が最も高い都道府県は東京都なんですよ。2番目が大阪府、3番目が神奈川県となっております。 これね、何が違うかと言いますと、引っ掛けなんですね。人口一人当たりの国民医療費が最も高いのは、高知県なんですね。次は、四番目の選択肢。制度区分別の国民医療費では、医療保険等給付分に比べて、公費負担医療給付分が高い割合を占めているということですが、こちらはですね、医療保険等、 が、公費負担よりも大きくなっております。医療保険等は20兆円。公費負担は3兆円となっております。5つ目の選択肢。入院医療費及び入院外医療費を合わせた、医科診療医療費の割合は、国民医療費の50%未満ではなく、先ほどやりました、72%を占めているわけですね。 それでは、問い72に行きます。診療報酬制度に関する問題ですね。こちらが4番。地域包括ケア病棟入院料の算定は、1日あたりの包括払い方式が取られているということですね。こちらですね。出来高払いと包括払いってありますよね。出来高払いは、主に外来ですね。 包括払いは主に入院。こういうイメージで捉えるといいかなと思いますね。ですから、こちらは包括払いですね。入院料の算定ですからね。ちなみに一番目の選択肢。診療報酬の点数は通常3年に1度ではなく2年に1度ですね。診療報酬はね。ちなみに3年に1度改定されるのは 介護報酬の方ですね。ですから、6年に一度同時改定ね。ビッグチャンスがやってまいります。6年に一度同時改定でございます。二つ目の選択肢ですね。診療報酬点数表は、以下、歯科・在宅医療ではなく、以下、歯科・調剤の三種類ですね。三つ目の選択肢。 療養病棟入院基本料の算定は、これはね、出来高払いではなく、包括払い方式ですよね。続きまして、問い73。日本の医療提供体制に行きます。こちらは、4番。介護医療院は、主として長期の療養を必要とする要介護者に対し、療養上の管理、看護、 医学的管理のもとでの介護、必要な医療及び日常生活上の世話を行うということですね。介護医療院。こちらはね、2018年の4月に創設されたものですね。その説明でございます。選択肢の一番は、医療計画は、策定義務を負っているのは市町村ではなく、都道府県ですね。 これ福祉計画の分野でも出てきますけれどもね。介護保険事業支援計画と医療計画は整合性が図られたものでなければならない。というのがね、ありましたね。二つ目の選択肢。地域医療支援病院は、第一次医療法の改正ではなく、これね、第三次改正の時に設置されたんですね。これなかなか難しいですよね。 1998年施行されました第3次改正の時に地域医療支援病院は設置されたんですね。大病院施行から地域重視へということでね、地域医療支援病院ができたんですね。三つ目の選択肢。診療所は最大30人の患者を入院させる施設ではないですね。これはわかりやすい。 診療所は最大19人までの患者ですね。これを入院させる施設ですね。ちなみに、診療所は最大20人の患者を入院させる施設であるというふうに出ますと、これはバツになりますね。だって、19人までですからね。こういう問題ね、第29回の社服試験でも出たんですね。5番目の選択肢ですね。 地域包括支援センターは地域における高齢者医療の体制を整えるため地域医療構想を策定する義務を負うそんな規定はございませんね。地域包括支援センターっていうのは地域包括ケアシステムの要となるようなね、えー、中心となるような機関ですね。ちなみに地域医療構想を策定するのはこれはね、都道府県だと思いますね。 続きまして、問い74。後期高齢者医療制度に関する問題ですね。こちらは5番。各医療保険者から拠出される後期高齢者支援金が財源の一部となっているということですね。はい。後期高齢者医療制度の財源はですね。公費が5割。後期高齢者支援金が4割。 高齢者の保険料が1割というような形となっておりますよね。ですから、後期高齢者支援金4割ね、財源の一部となっております。次は、一番目の選択肢見ていきますと、保険者は都道府県であるとありますが、これはね、後期高齢者医療広域連合ですよね。二つ目の選択肢。 被保険者は60歳以上のものではなく、区域内に住所を有する75歳以上のものすべてとなっております。ちなみに、区域内に住所を有する65から75歳未満で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた者も被保険者となりますね。ちなみに3番の選択肢。 保険料の算定は世帯単位ではなく、これはね、個人単位ですね。4番目の選択肢。各非保険者の保険料は同一ではなく、はい、異なりますね。世帯の人数とか収入に応じて異なってきます。こちら、問い75、事例の問題。事例を読んで、 W 病院の医療相談室の D 医療ソーシャルワーカーによる妊婦である E さんへの支援に関する問題ですね。適切なものを2つ選びなさいということです。こちらが事例読んでみたいと思います。E さん33歳は会社員の夫38歳の健康保険の非扶養者であり、夫の母親78歳軽度の認知症要介護位 と、三人暮らしである。E さんは現在、妊娠二十週目で、第一子を出産予定であると。実家は遠方で、実両親も高齢であることから、産後の子育てと義母の介護の両立に不安を抱えていたんですね。 で、義母は昼間はね、通所型サービスを利用しているが、帰宅後は毎日同じ話を繰り返しているということなんですね。夫も多忙で残業も多くて、頼りにできないというね、ことなんですね。大変ですよね。妊婦健診の結果は良好ですけれども、今後のことを考えると不安なんですね。ということで、相談に来たということでございます。 こちら選択肢はこのようになっております。こちらの予想は3番と5番ですね。はい。産後の子育てと義母の介護の両立に不安を抱えて今後のことを考えると不安なんですよね。ですからね、認知症高齢者の家族の会などの当事者同士が支え合う活動を紹介するいいですよね。それからね、 母子健康包括支援センターを紹介する。こういうのはいいですよね。よく選択肢、あの、この事例問題でですね、この家族の会を紹介するとか、ね、専門機関を紹介する。こういうのはね、えー、選択肢として正解になりやすいものですね。この選択肢の一番ですね、特定妊婦の疑いがあるため、地域包括支援センターに連絡をするとありますけれどもね、 まず、この特定妊婦とは何かと言いますと、出産後の子供の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦さんのことですね。例えば、貧困であるとか、DV を受けているとか、若年妊娠とか、そういったね、複雑な事情を抱えている妊婦さんですね。で、 この連絡をするのは地域包括支援センターではないと思いますね。おそらくは保健所とかそういったとこに連絡をするんだと思います。二つ目の選択肢、出産手当金を受け取れることを説明するとありますけれども、出産手当金というのは非保険者本人が受け取れるわけですね。ですから、非扶養者だと受け取れないんですね。 ちなみに、出産育児一時金は、ね、非扶養者でも受け取ることができます。これはね、42万円、約42万円となっておりますね。4番目の選択肢ですね。要介護1の義母の介護のために、特殊診断の対応サービスを進めるとはありますけれども、特殊診断というのは、 原則、要介護2以上の人が使えるサービスですよね。要介護1、要支援者とか、要介護1の人が借りられるのは、原則、歩行補助杖とか、歩行器、手すり、スロープというものになってますね。この特殊寝台ね、要介護1の人は借りられないのかと言いますと、例外給付というものはございますけれどもね。これはね、 介護保険分野の内容になってきますね。それでは最後、問い76、ディシプリナリーモデルの事例ですね。医療チーム内で専門分野を超えて横断的に役割を共有するトランスディシプリナリーモデルの事例ですね。こちらが選択肢となっております。こちらの予想は5番。 自立歩行を希望する計算の目標をゴールに、理学療法士、作業療法士、看護師、介護福祉士とでケースカンファレンスを行い、立位保持訓練の方法を検討したということですね。これがトランスディシプリナリーモデルの事例だと思います。このね、ディシプリナリーモデル3つございますね。マルチディシプリナリーモデルと、 インターディシプリナリーモデルとトランスディシプリナリーモデルというね、三つがございます。このマルチ。これのね、キーワードは階層構造があるということですね。お医者さんが指示をするみたいなものですね。インターは役割分担。これがキーワードでトランスは横断的に役割解放をする。こういう風になってますね。 ということで、選択肢を見ていきたいと思います。一番ですね。これはね、医師が指示を出したとありますからね。これはマルチだと思いますね。二つ目の選択肢ですね。これもね、G 病院長がいろいろね、指示を出したということで、これもね、マルチとなりますね。ちなみに、医師へのトリアージとありますよね。このトリアージって何でしょう トりあーって何ですの言いますと、災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先度を決めることでございます。3番目の選択肢は、 H さんの食事摂取の自立の希望を達成するため、理学療法士は在保持、作業療法士は用具の選定、管理栄養士は食事形態、看護師は食事会長の工夫を行ったということで、これは役割分担を行っているので、インターディシプリナリーモデルですね。4番目の選択肢、1、ね、人暮らしで在宅療養中の J、JA、さんの服薬管理について、それぞれが J さんとの間で確認することにした、これはね、役割分担を行っております。インターの方ですね。この5番はですね、自立歩行を希望する K さんの目標ゴールに、それぞれの職種でケースカンファレンスを行っていると、役割を横断的に共有するトランスディシプリナリーモデルの事例だと思いますね。はい、今回は第35回社服試験の 保健医療サービスでございました。最後までありがとうございました。